皆様ごきげんよう、佐合です。黒木です。今日は話題の SNS クラブハウスについて話したいと思います。出ましたね。クラブハウス、クラブハウスはやってる？やってないですね。やってない、うん、まあ、招待制なんでね、なかなかやろうと思ってもできない人もいるし、うん、まあ、どんな SNS かよくわからんからやらないでおこうっていう人もいるかもしれないけど、うん、今日はね、クラブハウスっていうのがいかにこの革命を起こしたかと、SNS 業界に革命を起こしたかというのを、まあ、IT 社長である僕が、気になりますね、私がね話して、いきたいと思います。はい、教えてください。もういろんなところでもうこの文字は見るし、うん、招待とかね言ってるけど、そう、実際何なのかって全然分かんないんでね、有名人もたくさん入っててね、うん、気になってたと思うんですけども、うん、まあ、今日ねクラブハウスがどこがすごいのかっていうところを、うん、クラブハウスから特徴をまとめたので、もうね黒木のね、うん、気になるところから、なるほどねぜひね、ここが気になるっていうところを言ってもらえると。了解、はい、お願いします。これまずやっぱり一番目につくのは、うん、そのクラブハウスは招待されないと使えないってところだと思うんだよね。ああ、それで有名になったよね、うん、日本ではね。で、僕招待されてなくて、ああなるほどね、どうやったらされるのかなとか、待ってたらいいのかどうやってされるのかよくわかんないから、あ、なるほど、ここを教えてほしいよね。ああ、なるほどね、うん、まあ、なるほど。じゃあ招待制について話しますと、うん、で、まあ、そうだ、まず簡単にクラブハウスはどんなものかって説明した方がいいな、うんうん、クラブハウスは、まずアカウント作って、で、ルームっていうもの、うん、ルームっていうそのなんかチャットスペースみたいなものを作って、そこに行って話すと、うん、で、通話だけする、動画、文字はなしで通話して、で、面白いのはそこに、いろんな人が入っていったり、まあ、静かに抜けていったりもすることもできて、うん、そのおしゃべり同士を観覧することも視聴することもできるというところが、まあ、特徴なんだけど、で、さっき黒木言ってくれた、招待に関してなんだけど、招待どうやったらされるのかってこと、うん、現状ではもう入ってる人から招待を受けるしかなくて、うん、で、特に多いのは多分電話帳、うん、電話帳あるじゃん、電話帳で、そこに確か電話番号がお互い入ってる人同士、はい、で、例えば、まあ、ここお互い多分入ってるかな、うん、入ってると思うんだけど、で、そこで俺が始めているから黒木が、アプリにだけ登録しておいて選ぶんですね、うんうんうん、で、そのウェイティングリストに入っておけば、うん、この俺側 その招待、黒木さんが入ってきました、はい、招待しますかっていう通知が届くのね。なるほどね。 それで、まあ、イエスみたいなところを押すと、はい、黒木に、招待完了のメールが届いて使い始めることができると。じゃ、まずはアプリをダウンロードするところからって思う。あ、そうです。招待されてないから始められない、でも始めたいなっていう人は、うん、まあ、とりあえずそのダウンロードして、はい、メールアドレス登録だけをしておくと、誰かが引っ張り上げてくれるかもしれないと。かもしれない。引っ張り上げてくれなかったら、まあ、電話帳を増やすか、友達を増やす。人間関係 の、ね、動画から始めないといけないかもしれないですけども、まあまあまあ、わかりました。っていう感じで招待に関してです。なるほど、ね、で、まあ、あと付け加えて言いたいのは、うん、この招待ということで、うん、まあ、最初は、ね、1人2枠までしか招待できなかった。で、それによってプレミア感がね、うん、非常に増したっていうのが、その今流行ってる、うんうん、爆発的な流行を生んだ一つの要因であると思っていて、うん、まあ、面白いのはその、なんだろう、普通はシェア、もっとシェアしてくださいってアプリ運営者が言うんだけど、これをあえて絞ったことによって、なるほどね、ここまでプレミア感が出たのは面白いかなと。なるほどね。いうところなんですけど、それがさっき その有名人とかが使ってるっていうところも関係してくるってこと、うん、そう、まさにそのインフルエンサー、有名芸能人が使っているから余計そのね、プレミア感が湧いたということなんだよね。で、しかもその、なんだろう、招待制だから、なんだろうな、ちゃんと信頼関係がある、うん、招待、自分、その人を招待した人っていうのが出るんだよね、プロフィール、うん、だからなんかその人はね、下手なことできない。なるほどね。そう、俺が黒木が俺を招待したとしたら、俺が変なことしたら黒木がね、なんでこんなやつ招待したんだってなっちゃうからっていうのもあるから、はいはいはい、グッドユーザーしかね、最初の段階で。そうすると、うん、ある意味 SNS って結構匿名っていう感じがする、多いと思うんだけど。ああ、そうだね。Twitter とかね、うんうん、これ実名でやると、ほぼ実名が推奨されていて、うん、あとプロフィールも顔を出してるアカウントが圧倒的に多いかな、うんうんうん、っていう感じです、はい、っていう感じで、まあ、招待については、うんうん、そんな感じですね、うんうん、なるほどね、うん、じゃあできる人の会話っていうのがですか、うんうん、これは招待、先ほど言ったなんだろう、2枠で、うんうん、自分がこの人招待したいって思う人しか最初の段階でいないから、はいはい、要はこの人に話してもらいたい、つまり、まあ、
有能な人というか、うんうん、成功者とか芸能人とか、うん、その人の話を聞きたいっていう人だけが最初集まってくるから、その人たち同士の会話を聞くことができるのね、はいはい、でこれってなかなか他のメディアでないし、自分のなんか身の回りでもなかなか起きづらいことだと思うんでね、うん、例えば、うん、まあ、イーロン・マスクとか、ね、のと、まあ、他の、ね、人の会話、うん、誰でもいいんですけどジェフ・ベゾスでいいんだけど、のなんかその普段の会話とかビジネスについての意見交換の会話って一般人聞けますかっていうそうだよね、まあ、YouTube とかによっぽど、ね、アップロードしない限りは難しいよね。でそういう人たちっていうのは有能な人ほど忙しい、うんうん、自分の時間を大切にしてるっていう側面もあるし、うん、ね、忙しいから、うんうん、YouTube とか大々的にはやれない人も多い、うんうん、その人も電話ならいけるみたいな、はい、で電話で話すからそういう普段YouTube とか、うん、他にこのコミットしないような人もコミットしてくれるっていう、あところが面白い。経営者とか、うんうんうん、普段は、ね、経営者同士の会話とか、うん、あんま表に出ないし、うんうん、そういうのが聞けてすごい面白いっていう、まあ、ある意味その招待された人しか聞けないっていう一方でそのクローズドな部分っていうのもあるってことなんだよね、うん、そうですそうです、うん、まあ、ちなみになんで招待制になってクローズドになってるかというとこれには別にマーケティングな理由よりはむしろ開発体制的な理由があって、うん、単純にテストケースだから。あ、そうなんだ。テスト、今テスト段階、ベータ版みたいな。ベータ版なんです。ベータ版でまあね、なんだろう、もん本当に運用ができるかみたいなところをテストしたいって言ってもらって、うん、まずはその絞ったっていう、うん、それがメインだったんです。なるほどね。なんかまあその参謀みたいな人が、うんうん、このマーケティングのことを予測したのかどうかはわからないけど。うんうん、はいはいはい、こうなったね、招待。でも逆にそれがまあ良かったってことなんだよね。めちゃめちゃ良かったし、この2人までっていう招待っていう、本当に、うん、これもう真似しようで自分がやってきても真似しよう。なるほどね。そうです、ね、面白い面白い、まあ、できる人の会話が聞けるようになって、うんうん、ルームで聞けるようになりますと、うんうん、いうことです。なるほど、今パッとなんか目にちらっと入ったんだけど、うん、炎上することもあるんですか。炎上いいとこねついてくれたんだけど、これ炎上って例えばツイッターとかが多いと思わない、うんうん。ああ多いね、うん、なんかその一個ねちょっと、トゲのあるもの誰か投稿してそれにアクションして議論が生むっていうの、はい、であんまりね見てて気持ちいいもんじゃないし、うん、センセーションな側面もあると思うんだけど、うん、これがクラブハウスで同じことをやるとどうなるかというと、うん、これは炎上にならないんですね。炎上ではなくなるんですね。何ですか。ね、議論になる。なるほどね。ディスカッションになるんでね、うん、まあA さんと B さんの、まあ、経営者同士の会話をちょっと僕はこの間聞いたんですけど、うん、そこで、まあまあ、なんか議論が発生したの、うん、なんか僕はこう思いますみたいな。でいや僕それには大反対なんですよ。おぶっこんだなと思って、でそこからなんか自分の意見を交換したりぶつかって行ったんだけど、まあ、途中でやっぱりちゃんと収まって、うん、まあ、次の話題に行ったの、うん、でそれは全然炎上してるというよりはそのむしろその議論を聞けて、うん、温度感とかも分かったしむしろ面白かったっ、エンターテインメントでありその何情報をもらえる、はいはい、知的な刺激も満たしてくれるということで、なるほど、ね、面白かったから、これをツイッターで同じことやったら炎上するでしょうねってその人たちも言ってたし、なるほどね、うん、多分その炎上する原因って結局その、まあ、議論の元になっているメインの人がいて、うん、でその傍観者の人たち、うん、まあ、クラブハウスでいうとこう視聴者の人たち、そう視聴者、ね、がどれぐらいここにこうコメントできるかにもよるかなと思うんです、ね、素晴らしいですね、うん、それがどうなってる観点、うん、これは、じゃあ声のみっていうところに話を移すんだけど、声のみとはもうあれか、まあ、ルームがあって喋っている、うん、でクラブハウスに関しては動画なし、うん、テキストなしです、うん、でひたすら喋ってる側が喋り続けるんだけど、うん、オーディエンスはね参加できない、な基本的には、うん、コメントもできないし、コメントもできない、いいねボタンがない、ないんだ、これすごいよね。それすごい。 SNS においていいねボタンが今ないんだよ。これなんかインスタとかでも、ね、結構こうねコメントとかさあ、違うなんだっけ、ライブのやつだっけ、あ、そうライブはスタンプとかさ、そうスタンプいろいろあるけど、あると思う、ない、そう、それがない。だから、でオーディエンスも手を上げるアイコンが、はいはい、いいねじゃなくてこうなんだけど、うんうんうん、これを押してでそのモデレーターっていうんだけど、うん、そのホストみたいな人たち、
に、うん、承認されたら入ることができるっていう。なるほど。そう。で、そこまでしないとそのアクションができないわけよ、うん、視聴者は。何も発言できない。そう、うん、逆に言えばそのトークしてる人たちは、うんうん、全くそのオーディエンスの何だ不必要なアクションに悩まされずに、うん、なるほどね、もう存分に語れる。なるほどね。今俺らもまあね、あの一応撮影はしてるけど、うん、ここで俺らと黒木で普通に自由に喋ってるという、ね、この状態がまあ電話において発生するというのは、うん、なるほどね、ことに近いのかもしれないね。なるほどね、うん、だから炎上しづらいっていう、まああれだよね、だから電話会議の強制ミュートみたいな感じだよね、うん、その電話ミュートの強制ミュート、あ、そう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 、そう、ね、話してる人以外は強制ミュートで話せない、何も話せない。でも電話会議だから音声しか聞こえなくて、そうそうそう、顔も見えないし、そう、チャットもできないしね、そう、うん、だからまずね、まあ強い言い方をすれば締め出すことができる。おお、できるんだ。前は締め出すことができるし、多分退出させることもできる、うん、で、その構造上、まあとりあえず会話には参加 し、うん、しないようにできるし、と、うん、いうことで、でもあれで最後に何か質問ありますかみたいな、うん、時間をちゃんとモデレーターが設けて、うん、で、質問した人は手を挙げてくださいみたいな感じで手を挙げて、うん、で、モデレーターが選んで、じゃあこの人発言させますみたいな感じで、だからなんかその講演会でそのね、そのまま歩きてますかみたいな言ってるのと近い、うんうん、あ、講演会ね、講演会にも近い、うん、でも講演会ほどそのパブリックというか堅苦しさがない、ない、プライベートな感じがするっていうのが、うん、まあ、見事だなと、なるほどね、いうところです。でこれちなみにその話した内容は後でシェアできたりするんですか、うん、あ、これはですね、そこで話された内容、うん、録音禁止、録画禁止、一切シェアしちゃならないっていう規約がある規約があるの、クラブハウス側で規約を設けていて、ほう、そう、あのここで話された内容はこの場だけの会話だから、うん、まあ、もちろんね、その内容を自分の糧にしてノートにまとめる、まあまあ、そんなのはまあもちろんいいんだけど、それを公表、電波上に載せないとか、あの記事にはするなとかいうのはね、あのクラブハウス側が、でこれを破ったら多分あのバンされるので、なるほど、ね、気をつけた方がいいですよ。だからもし YouTube とかでクラブハウスイーロンマスクの会話録みたいのが上がってたら、それは規約違反だったね、うん、それは規約違反だ、なるほどね、らしいクラブハウスっていうものが持っている雰囲気をぶち壊す可能性があるから、うん、これも断じてあのクラブハウスは許さないようにするだろうね。なるほどね。クラブハウスはあのなんかここはまあ例えばね、バーだとして、うん、でフラッと立ち寄って、あ、黒木じゃんみたいな、うんうん、最近どうみたいな感じで、仕事どうみたいな感じでなんかその会話が飛んで、仕事のなんか深い話でもいいし、全然関係ない話でもいいんだけど、そういうのを発信してるから、そこでなんか録音されてるみたいな、俺ら会話滞るじゃん、できないよね、確かに、しめちゃめちゃうざいじゃん、そいつ、だからそれはなしね、なるほどね、了解しました、感じです。じゃあれだね、まあ使ってみて、まあ最後そのね、経営者ということで、なんかこうこれをうまく有効活用して、まあ、自分のビジネスにつなげたりとか、なるほど、あるいはこれ自体で分かんないけどね、あの、はいはい、なんかね、儲けるとかできるのかな、どうなんだろうなってのは気になってるんだけど、なるほどです、うん、まあ、まずクラブハウスで、今マネタイズはないんでね、ない、まあ、YouTube でいう広告出稿とかはあのできない、うん、ただいずれ出てくるとすれば、うん、まあ、まあそのやっぱ広告なのかなと思ってて、うん、まあ例えばそのなんだ、広告か、あとあれだな、サブスクリプションのどっちかかなと思っていて、うんうん、まあ、サブスクリプション分かりやすくて、例えば最初の3ヶ月間はもういくらでも使っていいですよと、あの人の会話もあの人の会話もあの人の会話も聞き放題ですっていう風にして、で、あ、これは素晴らしいっていうことで続ける人に対して月額300円を課金するとかいうのは全然想定できるし、まあ、あとはあの出る側の儲け方としては、もうちょっと僕が今考えてこのクラブハウスの人だったら考えるのは、あの、まあ、フォロワー1万人以上の人に限り、その自分のルーム に10分につき1回広告を自由に入れていいっていう仕組みを作る、うん、はいはいはい、これはね、面白いと思ってて、あの、話すバーで話してるんじゃん、うん、で、あの会話が必ず途切れる瞬間っていうのがあって、うんうん、それは何かというと、ちょっとあのトイレ行ってくるわとか、飲み物を持ってくるわ、あの、そう、飲み物持ってくるわ、飲み物を注文しないっていう、はいはい、区切りができるので、その時に広告を流せばいいと思うんだよ。ラジオみたいなもんだよね。そう、ラジオみたいな自分がどこで広告を流せるかを決められるラジオにするっていう。はい、じゃあこれラジオ行きますみたいな。そうそう、じゃあちょっと休みましょうかみたいな、コーヒー一杯飲みましょう、ちょっと広告入れますみたいな、CM です。それいいね。これは
話し手にとってもいいし、聞き手にとっても面白い、こうあの事業者にとってもいいし、面白い、これはねいいんじゃないかなと思っていて、だからああそういうことか、そう言われると電話会議って言ったけどラジオだね、音声だから、そうラジオ、クローズなラジオの要素もあるってことだよね、そうラジオ、講演会の要素もあり電話会議の要素もあり、ラジオとも違う、ラジオも参加できないからね、参加できない、視聴者が手を挙げて参加するってもなかなか、まあ、電話とかあるかもしれないけど、まあ、なんかどれともいろんな要素も、そうだよね、そう、まあ、ラジオもある、確かにラジオだとほら電話でやってるとファックスでこうメッセージをね送ってとかで、今こういうお便りが来ましたって読み上げてくれるけど、それのもっとデジタル参加できる素早くなってるってことだよね、あ、そうそうそう、うん、出会い方に関してはこれはあの音声だけなんですよ基本的に、まあ、先ほども言ったけど、うん、音声声だけのものなんだけども、だからといってこれは音声コンテンツじゃないんで、音声コンテンツ配信アプリとは思わないよ、ほう、これはあのなんか何個か多分あると思うんでね、あの YouTube で動画を上げてみんなが見るみたいな感じで、うん、自分が喋ったものを視聴者が聞くみたいなではない、それはあのこれは声ではなく人と人との出会い方交わり方を設計したところに、新しい設計をしたところに革新的な部分がある、そうなんだ、あると思う、そう、こんなゆるっと人と人とがこうなんか関わったり、まあ、勝手に抜けたりみたいなものが気楽にできるものってないんだよね、LINE もグループ通話をして、まあ、LINE グループ通話をしたらあのそこでもうしばらく完結しちゃうじゃん、はい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 、でも例えばさっきのバーで行ったらあの黒木と俺と、まあ、もう一人ぐらい喋ってるとしようと、うんうん、で、あ、なんかそこ楽しそうだなって言って、あ、まあ、同じ会場生のね、なるほどね、卒業生が、あ、黒木ちゃんちょっと会話入れたいよ手をみたいな、うんうん、で逆に黒木はちょっとそろそろね家帰らなきゃだから帰るわみたいな、うんうんうん、そういう緩いこう誘導性が担保されてる、面白いっていうところが見事な発想っていう、ここじゃ結構ポイントってことだよね、あ、ポイントね、めちゃめちゃポイント、その緩いつながりみたいな、あ、そうそう、で緩いつながり、社会心理学でいうと、うん、あの同じあのなんだろうな、コミュニティに属してる人同士ってあんまり新しい発見って生まれないんだよね、まあ、共通の人、うんうん、ものを見てるから、でもやっぱり、まあ、俺と黒木とかね、まあ、この撮影ではあるけど基本的には違うコミュニティに属してるわけじゃない、うんうん、っていうところが合うとまた新しい生まれやすい、うん、それが起こりやすいから、なるほどね、そう、じゃあここからあった出会いでなんかさらにその、うん、じゃああとは個別にとかって言って発展する可能性もあるって思う、あ、そうそうそう、ビジネスとかにつながったり、そう、まさに、あの自分が見たルームではあのなんだろう、 A さんと B さんが話してて、うん、で A さんの、ね、知り合い C さんが来たとしましょう、うんうん、でそして B さんの C さん初対面、あ、なるほどね、で、あ、どうもって言ってあのいつも拝見させていただきますみたいな感じで会話が始まって、うんうん、もう仲良くなって、でしかもなんだろうな、これ言っていいのかな、うん、あ、多分言っていいと思うけど、あの芸能リポーターの井上光三さんっていう、ね、うん、人がいて、うん、あと俳優の城田優さんっていう人がいるじゃない、うん、でその人たちはなんか芸能リポーターと芸能人でお互いちょっとね愛利益が相反する関係性だったけど、ちょっとガチでそのどういうつもりで芸能リポーターやってるんですかみたいなこととか、なんか熱い話をしたら、なんかね仲良くなったというか、まあそこで新しい交流が生まれるきっかけになったぐらいの、面白いね、出会い方があるから、今までじゃ絶対ありえなかった出会いっていうのができるようになるかもしれないと思うんだよね、そう、でしかもその出会いの瞬間を視聴者は見ることができるから面白い、面白いっていうことで、面白いニュースがたくさんあるでしょ、うん、そうなると可処分時間が損なわれる、これ大事だからね、そう、本当に今のこの時代ね、そう、そう、可処分時間はね、まあ、一応あれですよ、あの仕事でもなく家事でもなく、うん、まあ、その自分が自由にできる時間、うん、エンターテインメントとか趣味にできる時間のことなんだけど、うん、その余白時間の、まあ、結構持ってかれるんで、うん、面白すぎて、うん、なるほどね、気をつけて、まあ、ただながら作業はこれ音声だけだからながらで聞けるから、家事やってる時とかにながらで聞くこともできるから、確かにね、まあそのなんだろう、いくらでも聞けちゃうっていうところをうまく活用するか、それともこのクラブハウスにあなたの生活が飲み込まれるのか自分の管理し自己管理能力次第だと思うから、まあ、うん、っていうところは一通りね、もうじゃあ語れるだけ語ってめっちゃ俺は気持ちいいんだけど総論すると、総論するとクラブハウスはどうですか、総論するとクラブハウスは、今までにない人との出会い方を作った革命的な SNS ですと、うん、でこれはまあとりあえずあのやってみることをお勧めします、うんうん、でとりあえずなんかクラブハウスの回し物じゃないんです運営
運営者ごとか語ってるけど、うん、運営者じゃないんで、あの、ね、とりあえず登録してで、まあ、やってみてこんなものができたんだって知っとくまでは多分誰しも やってそうはないと思う、うんうん、でその後続けるかどうかは、うん、人によるで僕はあの基本的にあんま聞かないようにします、うん、なるほどね。あんまり聞きすぎないです、うん、たまに聞くっていうぐらいで、うんうん、いうぐらいやってるけ どそこのコントロールはお任せするっていう感じで、じゃあまずは帰ったらインストールしてインストールしてみますよろしくお願いしますっていう感じですね。はい、はい、なんか楽しそうでめちゃめちゃ楽しかった。達成感達成感すごいわということで、ね、今回クラブハウスについて話しました、はい、ではまた次回お会いしましょう。バイバイ、はい。